ペチェネグアセ国とその周辺国。中央右下が、オグズ用語国オグズは、かつて中央アジアの北部に存在した、トゥルク系遊牧民族。10世紀以降になると南下して、トゥルクマーンという名で呼ばれるようになり、その一部は、セルジューク朝などのイスラーム王朝を建てた。人種は、モンゴロイドとコーカソイドの混合種に属していた。オグズを表す用語は資料によって異なり、 中には微妙な差異もある。グッズ、グオッズ、クズ、オグズ、オクズ、オーフォイ、オウズ、オーゾイ、トルク、トゥルクマーン、ウグズ、ウズこのうちのトゥルクマーンはムスリムとなってセルジューク勢力に従う者たちに対して使われ、グッズは非ムスリム、非セルジューク家を表す傾向にある。マフムードカーシュガリーのトゥルク諸語修正において、 オグズは22の氏族に分かれていたとされるが、ラシー・ドディーンの修氏では24氏族とされている。以下は、その24氏族。修氏によると、これら24氏族は、もともと彼らの伝説的子祖である、オグズ藩から生まれた6人の息子から、さらに4人ずつ生まれた息子たちが子祖となって、形成されたという。また、トゥルク諸語修正における22氏族は、 この24種族の中にすべて含まれるが、その順番は全く異なっている。その他、オグズ族の分派としては次のものがある。ウイグル族、カンクリ族、キプチャク族、カルルク族、カラジ族、アガチェリ族、カーシュガリーのトゥルク諸語修正によると、トゥルク民族は20の大きな集団に分かれており、オグズと呼ばれる集団は、ペチェネグ。 キプチャクに次いで西方から3番目の集団であったという。カーシュガリーは、このオグズ部族について、ことのほか詳しい記録を残しており、オグズについてのみ、内部の小集団の名称が挙げられている。さらに現存する、カーシュガリーの写本には、遊牧民であったオグズ部族が、互いの家畜を見分けるために用いた印で、モンゴル時代には、 タムガと呼ばれた表彰が書き込まれている。トゥルクマーンの由来を、終始、トゥルクモンゴル諸部族史では、以下のように記している。オグズのモロコから24の枝分かれが現れ、目次に詳細に記されたように、おののが固有の名称、通称を得た。世界に存在するすべてのトゥルクマーンたちは、これらの諸部族、すなわちオグズの24個の子孫である。 トゥルクマーンという語は昔はなかった。トゥルク人の顔をしているすべての遊牧諸部族は、純粋なトゥルクと呼ばれ、各部族には固有の通称が定められていた。オグズの諸部族が、事故の領域を出て、マーワラーアンナフル地方と、イランの地に入り、この地域において、彼らの人口増加があった時に、水と大気の影響によって、彼らの顔形は、次第に、 タジクの顔形に似るようになった。しかし、純粋なタジクではなかったので、タジク諸部族は、彼らを、トゥルクマーンすなわち、トゥルクに似ていると呼んだ。そのために、この名が、オグズの諸分け族、諸部族全体に適用され、その名で知られるようになったのである。終始トゥルクモンゴル諸部族シースラームの歴史上、オグズあるいは、トゥルクマーンと呼ばれた。 トゥルク系民族の一大集団は、11世紀以降の西アジアで、政治的に重要な役割を果たした。カーシュガリーは、オグズ部族の中に22の小集団を数えているが、そのうちの上位6種族からは、西アジア史に残るイスラーム王朝が生まれている。クヌクシセルジューク朝か、ユグシ、オスマン朝バユンドゥルシアクコユンルイウェシカラコユンル。 サルグル市サルグルはサーフシャルシアフシャール、アサシルガワイン北にいた、オグズ連合部族の一種族であるクヌクシから、セルジュークという者が台頭し、彼に率いられた集団は10世紀の中頃になって、オグズから分かれて左岸に移り、ジャンドの町を根拠地とした。ここでイスラームを受容した彼らは、サーマーン朝の庇護のもと、ザラフシャン川の流域に移動した。11世紀初頭 セルジュークの息子である、アルスラーン・イスラーイールはカラハン・アサのブハーラー、サマルカンドの支配者であるアリー・ティギーンのもとにあったが、カラハン・アサの内紛に乗じて、カラクムの草原、アム川を越えて、ガズナーサの領域であったホラーサーンの北部に侵入した。ガズナーサのマフムードは、トゥルクマーンの影響力を恐れて、アルスラーンを逮捕、誘兵した。 彼の統制から離れたトゥルクマーンたちは、ニサー、サラフスなどのホラーサーン北方都市周辺地域で、多数の家畜の放牧を始めたため、マキチが荒廃し、租税収入も減少した。そのためマフムードは彼らの追放を決し、自ら軍を率いて、攻撃に赴いたが、トゥルクマーンの方もカスピ海の東北に拠点を設け、各地で略奪を行った。 トゥルクマーンはさらに他の集団も合わせて数人の長の指揮の下、ホラーサーンの諸都市の略奪を続けた。また、これらの集団を彼らが侵入した、イラーク・アジャムにちなんで、イラーキー・トゥルクマーンと呼んだり、族長の名を取って、キジル、玉タシュなどと呼ぶものもあった。1038年、これら無党制となって暴徒化したトゥルクマーンを取り締まるため、ガズナーサに見切りをつけた。 ニーシャープールの支配者であるアーヤーン家はセルジューク家のトゥグリルベクラを受け入れ、彼にトゥルクマーンの統制を任せた。1040年、ダンダーアンカーンの戦いでガズナーサを壊滅させたトゥグリルベクは次々と周辺都市を支配下に収め、ホラーサーンでの派遣を確保するとともに旧ガズナーサの官僚などを採用して語学、法学などに通じた知識人を確保した。 1055年、トゥグリルベクは、バグダードに入場し、カリフから正式にスルターンの称号を授与された。オグズの言語は、トゥルク語であったと思われ、彼らの言語的子孫である、トルコ人は、トゥルク諸語の南西語群に属すトルコ語を話す。カーシュガリー、トゥルク諸語修正長田2002、P81 サグチ1976、P308 長田2002、 P101 から102、宇野信弘、ひろ、終始の構成における、オグズ関節話の意味長田2002、P102 長田2002、P81 から82、ありがとうございます。